ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2023ステージ11岡山、岡山市北区のコンベックス岡山から生中継でお送りしております。さあ決勝の舞台、上がってきたのは新鋭あぜもと流星選手、そしてベテランの粕谷進選手です。さあコーク16ミリと粕谷選手がコークを取っています。口元が先行でって言ってましたね、粕谷選手ね。あ、はい、粕谷選手先行で01 7-1です。今日最後の試合ですね。そうですね、はい、まあ、好ゲームを期待したいと思います、はい。粕谷選手は通算優勝回数が14回、あぜもと選手は今シーズンのステージ2で初決勝で初優勝を飾りました。いや、いいっすよね。なんか刺さった場所によってやっぱバッドイメージがちょっとでも出てたら立ち位置変えたりとかね、はい、ああいうのはもう経験からくるもんでしょうね。熟練の、はいはい、技ですね、うん。あとここは入りません。そうですね、あれも1本目が上に刺さった瞬間にもう上からこういけないみたいな感じのイメージが出てきたんじゃないですか。ブルマスターが来ています。ね、こんだけ点差が離れてもやっぱね、ずっとブル入れ続けるっていうのはやっぱすごいですよね、はい、気を抜くことなくという。ナイス、さあ立て直してきます。さあブルブル18ダブルのチャンスです。なるほど、ナイスですね。ナイスアウト。今のはあれですよね、あぜもと選手がフィニッシュ圏内まで行ってなかったんで、はい、ブル18ダブルですけど、まあ、シングルでもいいぐらいの感じでしょうね。でううもしシングルに入ったらもう1本シングルに入れて50残りで戻ってくるっていう3段だったと思います。まあ、こういうのもやっぱ経験ですよね。落ち着いているというか、はい、急がないというか、しっかり落ち着いて、はい、ナイスカバー。5マークでスタート。さあこの5マークっていうのもね、この準決勝決勝ぐらいまで来るとなんかミスのように見えますよね。まあ7以上、そうですよね、割と、うん、厳しくなる、そう厳しくなるイメージありますよね。これで20トリプルいかないの？行きました、ね、行きました。ナイストライ。まあ、結局こうなるんですよね。なんか5本だとちょっと足りない感じしますよね、このぐらいまで来るとね。戻りますね。
ナイスカバー。ブンマーク。今月27歳になりました、あぜもと。粕谷選手の通算優勝回数15回でした。ワンマーク。あぜもと選手のことは新鋭というふうにお伝えしてしまいましたが、まあ、彼はダーツ歴自体も20年をもう超えていると。そうですね。はい。まあ、それはね、まあ、承知ですけど、まあ、こう、あの活躍し始めたのはなんか最近のような気がします。そうですね。まあ、年齢も若いしね。まあ、過去のランキングを見ても2017年シーズンからジャパンに参戦していますが、年々ランキングを上げてますよね。そうですね。2017年シーズン最初の年間ランキングが374位だったんですね。はい。そこからワンシーズンごとに370人ぐらい抜き去ってますよ。ですね。今4位ですからね。右肩上がり、綺麗にランキングが、ね、上位に推移しています。両者の対戦は過去一度しかありません。粕谷選手の1勝です。一気に走った。やはり勢い感じますね、東本選手。そうですね。さあ第6ラウンド、東本選手アトブル2本ナーブルで決めました。クリケットキープでね、このこういう流れを見てるとですよ、はい、もう1ラウンド目に勝負が決まってたみたいになりますよね。ああ、ということです、ね、ですよね。やっぱこう19トリプル2本の後の20トリプルをクローズできなかった粕谷選手が負けたみたいな感じになってきますよね。なんかそのぐらいやっぱ先行ってものすごくやっぱ有利なんですよね。とか一発こう高校の人がひっくり返すちょっとビッグプレーみたいなのが必要ですよね。そうですよね、はい、やっぱりファーストラウンドと思い、ね、うん、さあ5本です。さあ足りない感じしますね。そうですよ ね, ねまあ、ちょっとアンラッキーですね。ここは3本で す,、うん、そうですね、最後ちょっと何か拾われた感じのアクションしましたよね。これ1本でクローズした、あ、これで加点入ってもう1本いくんじゃないかな、加点。さすがです。あ、ここで9マークを出してきます。さすがです、ベテラン。もうおじさんの実力見せつけてあげて。粕谷選手は若手30歳、酒井選手をセミファイナルで破り、はい、ファイナルマッチでこの東本選手、そうですね、スティールダーツのチームメートとお伺いしました。そうですね。ナイス、でかいね、これは。いや、連続9マークでホワイトホース。そうですね、これはもうでも東本選手ね、まあ、あの15全部入れても点数は回れないですけど、これはちょっと粕谷選手はこのレグは良すぎますよね。ですね。いや、本当そうですね。抜群です。先行でね、こんだけやられるとちょっと厳しいですよね。また第4ラウンドです。はい。さあ、もう15も閉じた。ナイス。ブル日本。
校の畔本選手。もう気にすることないですよ。次のレグありますからね。はい。まあ、ここから、まあ、加瀬谷選手、まあね、フィニッシュするでしょうから。ナイス。ナイスフィニッシュ。ブリケットキープとなりました。ね、これで畔本選手ね、701キープできれば最後の5レグ目で勝負っていうことになりますよね。そうですね。ただですよ。はい。加瀬谷選手覚えてますか？そうでしたね。そうなんですよ。加瀬谷選手はここで決めるつもりでいると思いますよ。これは絶対に5ラウンドでって思ってるはずです。はい。なんで畔本選手はどんだけ加瀬谷選手にプレッシャーを与え続けられるかですよね。はい。ナイス。ハットトリックで入っていきます。もう加瀬谷選手は鼻から5ラウンドフィニッシュするつもりで挑んでますからね。はい。畔本選手が相手とか関係ないですから。ゼロワンゲームっていうのは相手がいらないゲームなんですよね。最短のダーツ数でフィニッシュするっていう、はい、クリケットっていうのは相手ありきのゲームなんですよね。なんで相手がどう来たかどう投げたかによってやっぱり投げる場所が変わってきたりする。駆け引きとか戦略とか必要なんですけど、はい、この01ゲームに関しては常に自分との戦いなんです。まだいきます、はい、さあこれで畔本選手もう一発ハットトリック欲しいですよね。ナイス、ナイスカバーです、はい。さあこれまだ5ラウンドフィニッシュありますからね、加瀬谷選手の。これハットトリック2回で142点残りのフィニッシュ圏内なんですよね。まだいけると思ってますよ、加瀬谷選手。ナイス、来ました。いやもうヒヤヒヤしますね、見てて。ヒリヒリするというか、そうそう、2人ともですか。これハットトリックで136のフィニッシュ圏内です。これはもう絶対にハットトリック出したいところですよ、アゼマ選手。怖い。ナイス、決めてくれ。いやナイスですね。さあこれ加瀬谷選手もハットトリック出してプレッシャーかけたいです。落ち着いて、ナイス。いやお見事です。さあ畔本選手これブルブル18ダブル。さっきは加瀬谷選手これブル18ダブルブルでフィニッシュしましたよね。そういえばそうでした。で、ね、はい、はい、おこれ来ましたね、はい、加瀬谷選手にこれ16でしっかりアレンジ、ナイスです。50です。さあこれ来ましたね、加瀬谷選手、はい、ブルブル14トリプルのチャンスです。ブレイクすれば今シーズン初優勝。おお、お父さん、上がれません。19トリプル、ナイスです。2人とも50。いやトライまで見たかったな。はい、さあフルレグに行くのか。ナイス。さあ畔本雄星選手が第4レグ701キープ。お互いキープを重ね合って最終レグにもつれ込みました。笑顔の加瀬谷選手、畔本選手は表情が緩みません。
そうっすね、はい。さあチョイスのコーク粕谷選手から、おー、ここでめっちゃいいとこやな。上に乗っけるイメージで、おお、来ました。内側来た、はい。もうなんか上げんのような気もするけどな。どうでしょう。あ、風元だ。そうですね、7ミリを5ミリで上回っていきました。出た、ゼロワン来ましたよ。来ましたよ。ゲームのチョイスは粕谷選手、ゼロワンチョイスですよ。ブルマスターもう本当に小畑元選手のプレッシャーかかりますよね。そうですね、確かあれですよね、京都大会で坂井元選手と決勝やった時も最終レグ 0-1 チョイスしましたよね、粕谷選手ね。おい、これはちょっときついぞ。ファーストラウンドから1本外れて、そうですね、まあでも外れた場所にもよるんですよね。はい、594、はい、7点に外れてるんで最終形が144点になってしまうんですよね。ブルが1本しか使えないです。うわ、片谷あずもち選手1なんで、あと全部ブルで大丈夫ですね。そうですね、はい、これはまあある意味外れた中ではラッキーな形ですか。一番ラッキーなとこですよ、はい、1に外れるという、はい。集中入ってるな、ゾクッとする。そうですね、スリンザブラック。ナイスだ、負けていません。これぞ頂上決戦第4ラウンド。さあ、ハットトリック出せば150点残り、もう一回ハットトリックですよね。わい、ナイスアップ来ました。さあ、ここはね、粕谷選手ハットトリック絶対出さないとまずいですよ。めっちゃ集中しとるな、これは本当面白いぞ。凄まじい決勝戦になりました。2人ともフィニッシュ権。いや、ちょっと画面越しでも息するちょっとあれだな、緊張するな、こっちが。さあ、ブル3本だよ。タイムアウト、タイムアウト取りましたね。いやー、これ以上に痺れる場面あるでしょうか、ね。いや、ハットトリック出したら120万あげるですよ、これ。そういう、いや、本当そうですよ。そういう、そうですよ。この1ラウンドになるということです。そうです、そうです。こんな緊張するハットトリックありますか？
ない緊張感を切り裂いた、あぜもと流星2勝目を飾った。ジャパンステージ11岡山、ジャパン優勝はあぜもと流星プロです。おめでとうございます。それでは優勝されましたあぜもとプロに今の気持ちを一言いただきたいと思います。はい、そうですね、もうなんか決勝なのに全然思い通りにいかなく、なんか運よくフルレグまで行ってなんか勝ててめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、最後ですね、決勝戦あのフルレグの末優勝となりましたけれども、はい、振り返ってみていかがでしたか。ちょっとねあまり納得のいかないダーツだったみたいなコメントもありましたけれども、はい、そうですね、今日一日通して、まあ、スタートも全然良くなく、こうなんていうんですかね、まあ、調子は正直良くなかったです。ですけどその中こう決められて一歩ずつ一個ずつ、勝てたので、それが、まあ、今の結果かなと思ってます。はい、前回ね福岡大会では、ね、ステージ9、ステージ10ともに3位タイということで、ちょっと悔しい思いもされてきたかなと思うんですけれども、はい、そこからの決勝戦で優勝となりましたけれども、はい、前回から今回にかけて練習は結構されてきたんですか。そうですね、まあ、ちょっと今月、まあ、福岡に大会あって、その後 PDC アジアチャンピオンシップなどあって、まあ、ソフトの練習もあまりできてなかったんですけど、まあね、ジャパンでやっぱ優勝したいっていうのが、もう一回優勝したいっていうのがあったんで、もう本当に優勝できて嬉しいです。はい、ありがとうございます。今季2勝目ですね、優勝2回目ということでですね、はい、最後に、まあ、今後のそうですね、意気込みを踏まえて、はい、会場にいらっしゃる皆様、そしてライブ中継をご覧の皆様に向けてメッセージをぜひお願いいたします。はい、そうですね、今年の目標としてはやっぱ年間1位を狙えるならば狙いたいのと、まあ、後藤智也くんが今3連勝しているのでジャパンで、まあ、ちょっと一歩近づいたのでちょっと追い越せ追い抜きたいと思うので頑張りたいと思います。本当に、最後まで残ってくれた皆様、そして中継を見てくれた皆様、本当にありがとうございました。優勝できました一番。はい、どうもありがとうございました。ジャパンステージ11岡山、ジャパン優勝はあぜもと流星プロでした。おめでとうございました。ありがとうございます。